皆さんこんにちは、インスパイアのくだです。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、恒例となりましたが、火曜日ということで、情報長岡造形大学で教えています、情報リテラシー論の第4回のレポートを見ていきたいと思うんですが、今日は残念ながらですね、祝日ということで、授業の方はお休みなんですが、まあ、レポートはですね、まだ溜まってる部分がありますので、そちらを今日は発表していきたいと思いますが、こちらからご覧ください。はい、ブログの方にいろいろまとめていましたので、見ていきたいと思います。まず一つ目にですね、まあ、恒例ですけど、最初にまあ、学生の方に書いていただいた絵、これちょっとかなりドアップですが、かなり面白いですよね。このタッチもなかなか、いろんなもので変わるんだなってことがよくわかります。はい、展開図、行き、アンダーバー、ハジさんでしょうかね。ありがとうございます。ということで、まあ、恒例になりましたですね。こちらのですね、今回の、まあ、並木ということで、すごい綺麗ですね。はい、こんな感じになっていますと。この後ね、だいぶ散ったんじゃないかなと思われますけど、こんな感じになっています。で今回はですね、まあ、ツイート数を見ていきますと、828件ということで、まあ、この初回から比べても4回目になったわけなんですが、まあ、2回目がピークでですね、ちょっと、落ちてきています。ただまあ、前回も話したように第4回初めてですね、情報リテラシー論というキーワードで、ツイッターのトレンド入りをしたですね、まあ、貴重な、回ではありますが、こんな感じで828件になりました。でこちらにありますように、トゥギャッターの方でですね、皆さんのツイート、学生さんのツイート、もしくは私の返答をまとめていますので、こちらもまた見ていとっていただければと思います。はい、ではですね、今回実際に見ていきますと、まず一つ目が、授業風景ということで、まあ、これもまた恒例ですけど、授業風景を見ていきます。これこんな感じで写真撮ってもらってるんですけど、これ面白いのは、ここにですね、タブが開いてるのを見て、YouTube とかですね、ニコニコでしょうか、こういうふうになんか開いてるのかって、なんかね、ちょっと垣間見れますけどね。はい、こんな感じで授業を受けていますということで、一つ目でした。ページトップにありがとうございますということで。二つ目、こちら。先生ランドセルを買うということで、ランドセルのね、サイトの事例で、まあスマートフォンで、このね、写真とかを拡大してみるっていうのが楽しいよね、と。いうことを実演している様子を撮ってくださいました。はい、続きましてこちらですね。先生のお顔が暗いということで、まあこれただ写真的に暗くなってますけど、こんな感じのやつですね。まあこれ今回ですね、よく見えるように暗くしたのでね、暗くなってますかね。はい、あとはこちら、本日の公認隠し撮りということで、撮っていただきました。まあたくさん撮ってあります。この方もね、撮ってありました。はい、ということで、いろいろまとめていましたが、回を重ねるごとにパソコンも増えてるね、ということで、確かにね、パソコンの方が、まあ、ツイートもしやすいですし、いろいろ見やすいですからね。まあ、今回会場がすごい大きいので、やはり、この画面が小さく見えちゃうから、PDF でですね、自分の手元でね、見た方が見やすいし、まあ、リンクもクリックできますからね。まあ、そういうのもあるんでしょうかね。パソコンが増えてきました。はい、続いてこちら、iPhone で授業最新だということで、これやっぱり面白いですよね。iPhone の画面を映してね、やるっていうのが面白いと思います。はい、あとはですね、こんな感じで、実際に見てる様子なんかを映しています。はい、たくさん、拡大してこうやってやるんだっていう様子も、撮っていただきました。ありがとうございます。で、今回はですね、まあ、情報リテラシー論の講義中のイラストということで面白かったのを紹介しますと、こちらなんですが、右手で作業して左手でスマホを持つヘビーユーザーがいるので、まあこういう使い方をしているよということで、これすごいわかりやすいですよね。スマホは右手で持ちますか、左手で持ちますかっていうアンケートで、まあ左手で持っている人はヘビーユーザーだと、こういうふうな形で使ってませんかっていうものですね。すごいイラストわかりやすいと思います。そしてこちら、スマートフォン、パソコンからスマホ時代によって変わったことっていうことで、今だけ、ここだけ、あなただけっていうことで、こちらのですね、絵もね、なかなか面白いと思いますね。はい。あとは、ここは結構皆さんキャッチーで食いつきましたね。こんな感じでね。
いわゆる告白みたいな時にも使っていますよね。はい。あと、こちらなんですけど、まあ、これもノートのね、一部、まあ、ノートと言ってもいいかもしれませんが、図解でこういうふうに書いていくっていうのが、まあ、私なんかは、絵が苦手なので、こういうようなノートの取り方したことないので、面白いなと思いますよね。これ、シックスセンスデバイスの、時のイメージ図だと思いますけど、すごいなと思います。あとはですね、今回初めて講義動画っていうのがありまして、実際に講義している様子を動画に撮って投稿してくださった人もいます。まあこういうのもありですから、まあいずれはですね、まあ生中継をしていくっていうようなことも、まあ実際に起きるんじゃないかなっていうの気もしたりね、しています。まあこれ動画の回がありますので、動画の回には少しそういったのもね、できたら面白いかなと思っています。はい。あとは、こちらです。情報リテラシーの講義ノートっていうことで、実際にですね、ここにありますように、まあ、ノートをこうやって取ってるものを挙げてくださいました。こういうふうにね、いっぱいこう字書いてるよっていうのをね、これもアピールもいいと思いますね。まあ、せっかくね、字いっぱい書いてるんだから、これもした方がいいと思うし、まあ、僕は個人的にはこれそのままね、レポートに載せてもいいかなと思ってますけどね。はい、ノート例、いろいろあります。これは実際にはね、拡大できますので、ぜひ、ブログの方で拡大して見てあげてほしいなと思います。はい、こんな形でまとめた人もいますし、こんな感じでまとめた人もいますし。この方、この方いつもね、上手にまとめてるなと思うんですけど、うん、スマートフォンとね、パソコン、あと Facebook とかね、いろんなことについてよくまとめてると思います。あ、これ2個目でしたね。はい。あとは、注目のツイートっていうことでちょっと見ていきますと、まず一つ目、楽天のページの見づらさは、殺意抱くレベルと、探しているもの以外のノイズが多すぎる。本当にいいツイートだと思います。いや、僕も本当そう思いますよね。だから、結局、Amazon に流れる人がいる。まあ、一方で、まあ、楽天がいいという人もいるので、どこに合わせるかって問題あるんですけど、私もちょっとね、ノイズが多いっていう気がしますよね。はい。あと、電話としての機能が弱くなった手帳型スマホケースの流行。これ、僕が口頭で話したことを、このようにね、文字に起こしてくださると助かります。スマホケースね、手帳型最近流行ってるのを見て、僕は感じたことです。はい。そして、やっぱりガラケーとスマホだと、話し声の聞こえやすさの差は出るよな、と。うちの父さんは電話で使用することがめっちゃ多いから、ガラケーだよ、ということで。確かにね、この用途によって、ガラケースマホで使い分けてるっていうのもなんかわかる気がしますよね。あと、親世代の友達がいるんだけど、その人は直接人と話す方が断然好きだからという理由で、ガラケーのままだと。携帯自体いらないけど、仕事で持ってるみたいな。これもなるほどなと思いましたね。つまり、その連絡を取り合うときに、結局スマホになってしまうと、電話をかけなくなっていって、そして、LINE とかですね、メッセージのやり取りが多くなっていくんですけど、でも話すのが好きな人、直接会って話すのが好きな人は、スマホを持つとそうなってしまうから、まあ、ガラケーで十分だというのもわからんでもないなって気がしますね。あと、山岳部なので、地図は命ですということで、これスマホが普及したことによって、地図がなくなってきているという話の中で、山岳部は地図は命ですと。確かにそうですよね。山の方に行くと電波が入らなくなっていって、見れなくなってくるっていうこともあるんですが、ただね、地図は結構GPS を使ってるので、県外でもね、見れたりするんですけど、まあ、それでもね、やっぱ不便は不便なんで、地図は命ですっていうのはなかなか面白いと思いますね。なるほどと思います。はい、続いてこちら、このまとめはすごい素晴らしいと思いますけど、サムネは軽量、画像は重量ってことで、サムネイルでね、小さく見せるときは、軽い画像にして、画像を実際見てもらうとき、拡大してみたいときには、重量ね、重たい、画質がいいものをしないと、見にくくなるよ。これがスマホの特性だよっていう話を、上手にまとめたと思います。あと、こちら。これスマホ時代、今だけここだけあなただけっていう、コピーに対して、愛人味を感じるっていうコピーがなかなか面白いなってます。そうですね。なんとなくわかる気がします。はい。あとは、パソコン時代誰とでも、スマホ時代あなただけ、一家に一台から一人に一台。これもいいまとめだと思いますね。その通りだと思いますね。だからこそ、スマートフォンはあなただけになるわけですよね。あと、これも意味深なツイートなんですけど、
左手で持たざるを得ない時が男にはあるという、ね、これどういう意味なんでしょうかね。面白いツイートなんで取り上げておきました。で、こちら、結局スマートフォンが、普及したことによって、写真とか動画とかね、横でパソコン、テレビは横型なので見てたのに対して、スマートフォンを普及したことによって、縦型文化が生まれたと。縦型動画とかを普及したって話の時に、ある意味縦社会ってですね、コメント。これなかなか面白いなと思いましたね。あと、はい、マツエクで iPhone でも一発変換できないし、これはめんどくさがり、女子がサボった結果なのではと。まあ確かにそれもあると思いますね。ひらがな、カタカナで、打つのめんどくさいですからね。可能性あると思います。あれで、どうしてインスタグラムよりインスタグラムの方が検索率が高いのかな。本当に音声検索だけなのかな。例えば、変換予測候補に対する惰性とか低い声と書いてますが、まあそれも確かに僕もあると思いますね。あと、こんな感じで実際のですね、キーワードの、スマホ率が高いものを調べてくださいっていうものに、調べてくださった方がいます。ありがたいですね。こういうデータですね。あと、97.6% は見つけましたということで、0.7% 超えちゃダメですかね。OK です。OK ですけど、まあ僕が狙ってるのは、できればね、検索回数が1万回以上が、理想ですね。見つけられたらすごいと思います。はい、なるほど。文章力を低下させないためにツイッターとブログの両方なのねっていうことで、その通りです。はい、あとイラストまとめっていうことで入れてみました。で、ここからですね、まあ皆さんの学生さんのレポートを出していますけど、まあ4回目まだね、間に合ってない方がいます。もう5回終わりましたからね、早く提出しましょうね。一応これ全員のリンク入れたつもりなので、抜けてる方は言ってください。かなりいっぱいあります。そして、最後にですけど、たくさんありますが、最後に、特に良かった講義のレポートブログっていうことで、少し紹介して終わりたいと思いますが、まず一人目。こちらですね。このまとめ、レポートが良かった点は、まあ、レポートのまとめと言いながら書かれている内容が、まあ、自分は、ガラパス携帯でもなく、ウィルコムを使っていますっていう、ものから、そして、ここにですね、自分は、限界があると思います。6センスデバイスに限界があると思います。みたいな、なぜならこうこうこうだからっていう理由があって、で、ここにですね、自分がこうこうこうで、Apple が素晴らしい理由みたいなのが書いてあって、まあ、これはスライドと、自分のですね、意見が上手にまとまってるんじゃないかなということで、取り上げました。二人目、スマートフォンの普及と課題ということで、個人的にスマホよりもガラケーが好きだということで、ガラケーが好きな理由ということについて書いてるんですが、これも貴重な意見、短いんですけど、まあ、こういうね、逆説的なものでも、素晴らしいものは取り上げたいなということで入れました。はい、三つ目です。こちら。こちらはですね、Google キーワードプランナーというもので、スマホ率を調べられるんですよということで、実際にね、こう調べてみたものがあります。こんな感じでね、こういうレポートも面白いと思いますね。自分が興味を持った部分を、深く掘り下げるっていうのも、評価したいと思います。そして、こちら、これ毎回、今のところね、条例になってきましたけど、非常にね、そのレポートの書き方が上手です。このスライドを入れたり、自分の意見を入れたりっていうことで、わかりやすく見やすく、まあ色も変えてね、できていると思います。で、特にこの最後の部分なんですけど、まあ、ここら辺に、進化の終着点は自滅しそのものだっていう、まあ、エヴァンゲリオンのセリフがありますけど、まあ、この辺に、ま、自分の意見なんかも入っていて、面白いと思いました。そして、こちらですね。この方は、今回からいいレポートは真似してみよう論ということで、今までは入れてなかったんだけど、スライドをキャプチャー取って入れましたということで、こういうね、やっぱ改善してってるっていうね、部分は評価してあげたいなと思います。そしてこちら、この方も条例になってきましたけど、Twitter トレンド入りってことを取り上げてくださっていて、あとね、このイラストがわかりやすいので入れました。そして最後、この方、この方も条例になってきました。この方はね、まあ、とにかく、文章でね、こういうふうに、レポート細かく書いてる。これだけ長文書いてる人は一番でした。まあこれもね、やっぱり評価してあげたいなと思います。まあ、それぞれみんなね、いいとこがありますから、そこを表現したような、わかりやすく、もしくは簡潔でもいいものをレポートとして評価していきたいなと思います。ということで、今回ね、第4回はスマートフォンの普及と課題でした。次回はキュレーションっていうことについてお伝えします。
インスパイアのことでした。ありがとうございました。バイバイ。